1465年頃の乳児用ベッドとガラガラを再現したモノバシネット、新生児用カゴ型ベッドとは生後4ヶ月ぐらいまでの乳児用ベッドである。日本語圏ではバシネットといえば一義的に航空機に備え付けられた乳児用ベッドを言う。インドからの木の揺りカゴ生後4ヶ月ぐらいまでの乳児用ベッドのことで揺れる気候がついた。 ゆりかごと異なり、稀にキャスターがついた揺れる気候のないものを言う。また、持ち手がついたものなどは、モージズバスケッツやキャリーコッツと呼ぶ。4ヶ月後には、自分で寝返りを行うようになるためベビーベッドに移し替えることがある。研究によれば、しっかりしたマットレスは、乳幼児突然死傷候群のリスクを低減させる。機内の壁に取り付ける形で使用される。使用できる乳児は、 航空会社によって制限が異なっており、おおむね体重10キロ未満となっている。使用する場合は事前の予約が必要である。離着陸時や乱気流など基調判断でシートベルト着用のサインが出た場合は使用できない。体重10.5キロ未満。体重10キロ未満。体重9キロ未満。身長66センチメートル以内。体重11.25キロ未満。 ありがとうございます。